岩田貴則です。今回ジェン・ナオムズの表紙と中面特集に登場します。今回の撮影はですね、1日がかりで、かなり贅沢な、撮影でした。ハウススタジオですごいこう、現場の空気感を感じ取りながら、カメラマンさんとスタッフさんと皆さんで、セッションした、そんな時間でした。はい、撮影でのお気に入りスタイリングということなんですけども、すごく印象に残っているのは、まあ、今着ている赤のね、全部バレンチェムなんですけどコレクションと、あとはルイ・ヴィトンの、なんていうんですかね、あれは絵画かな、ほぼ刺繍で絵画が、施されているような、ルックと、あとはラブレターがこう全身なんていうか貼り付けられてあるみたいな、あのショーでね、見させていただいた際にこれ誰が着るんだろうなと思ってた服だったんですけど、着ることができました。はい、最近のファッション事情なんですが、最近はですね、まあもう暑いんでね、もうもっぱらハーフパンツに T シャツばっかりなんですけど、最近あのアクセサリーをですね、シルバーからゴールド系に変えた、そんな、こだわりがありました。はい、最後になりますが、ジェン・ナオムズさん初めて、表紙を務めさせていただきました。ぜひね、ファンの皆さんに、届くといいなと思ってますし、ぜひ興味が湧いたという方はね、手に取っていただいて、すごくかっこいい仕上がりになっていると思いますので、紙面も楽しみにしていてください。